始まりました。少量チャンネルのりょうです。今回はですね、前編後編に、分けて、前編は、僕に聞きたい25の質問、後半は、翔太に聞きたい25の質問ということでやっていきたいと思います。というわけで、翔ちゃん。はいこんにちは、翔太です。はい。まあその何コメントとかで、うん、どっちがりょうさんなんですか、どっちがしょうさんなんですかみたいなコメントも最近多いので、改めて、うん、改めてね、うん、こういう会を設けました。はい。で、25の質問、うん、僕らで考えたので、はい、それをまあ後半っていうか、その次の回も同じ質問になるんですけど、うん、それに答えてもらおうと思います。はい、やっていきたいと思います。イエーイ。いくよ。はいお願いします。まず生年月日。はい。1982年の、4月11日生まれ、今年37歳です。特技。おい。特技ね、昔はなんかピアノとか言ってたんだけど、今はなんだろうな。料理とか言っとく？はい。趣味。趣味は、これも劇団四季の感激が趣味だったんですけどね、最近全然行けてないから、なんだろうな。最近の趣味は、それこそまた料理になってるかな。いろいろ作るのを考えて作るのが楽しい。はい。好きな色。好きな色。オレンジ。なんか暖色系が好きで。はい。好きな食べ物は？好きな食べ物は、いろいろあるんだけど、お寿司。好きだな。お寿司と、あとは韓国料理とか中華とかも好きですね。はい。好きな季節。好きな季節は、やっぱ生まれ月が4月だから春とかが好きかな。はい。好きな映画は？好きな映画は、やっぱミュージカル映画が好きなんで、マンマミーヤとか、バーレスクとか、ヘアスプレーとかのミュージカル映画が好き。好きな言葉。好きな言葉はね、素直。やっぱ素直が一番だと思うな。好きな音楽は？好きな音楽は、まずさっきも言ったけど、ミュージカルが好きなんで、ミュージカル音楽とか、あとゲーム音楽とか、あと吹奏楽やってたので、吹奏楽の曲とか好きですね。好きな漫画は？好きな漫画は、単行本で集めてたのは、のだめカンタービレ。あとは、昔の漫画なんですけど、ボンボン坂高校演劇部とか、そういうのが好きですね。はい。好きな YouTube チャンネルは？好きな YouTube チャンネルは、よく見るのは、大食いのロシアン佐藤さんとか、ハロペコツインズさんとか、あとゲーム実況も好きなので、シスさんとか、ゲンガードッペルさんとか、よく見ます。リードされたい、したい？リードされたいか、したいか。時と場合にもよるんだけど、どうかな？なんか、リードしたい方かな？自分の弱点は？自分の弱点。なんだろうな。弱点か。なんか正論で返されるとすごい弱いかもしれないデートで行きたい場所は？デートで行きたい場所はどこかな。まだ翔ちゃんと行ったことないディズニーランドとかディズニーシーとか行きたいかな。あ、ちょうどね、今日ミッキーの T シャツ着てます。いただいた T シャツ。行ってみたい国は？行ってみたい国もたくさんあるんですけど、ヨーロッパ、イタリアとか、あと近くだと韓国、台湾とか行ってみたいですね。じゃあちょっと踏み込んだ質問。付き合った人数は？過去に付き合った人数？うん。多分8人くらいかな。はい。女の子が3人と、
男の人が5人とかかな。はい。翔太の好きなところは？翔太の好きなところは、もう全部好きなんだけど、やっぱ可愛いところかな。顔も好き、性格も好き、可愛いところも好き。はい。相手、ああ、翔太の好きなパーツ。翔太の好きなパーツ？体のパーツ？うん。体のパーツ。あのね、胸板。翔ちゃんの胸板好きですね。なんかすごい抱き心地が良くて、好きです。翔太の直してほしいところは？翔太に直してほしいところはね、あのね、真面目すぎるところ。なんかね、もうちょっと楽に考えていいのになって思う時がはい。翔太を選んだ理由は？翔ちゃんを選んだ理由？なんだろうな。でも最初はね、やっぱね、見た目第一印象超イケメンと思って、でも一緒にね、遊んだりしてる中ですごくいい子だなーっていうかね、しっかりしてるなーと思ったので、そこの部分も選んだ理由です。翔太自慢は？翔太自慢？翔太自慢多分いつもしてると思うけどね、やっぱね、可愛いところかなー小さい時の夢は結構いろいろあったんだけど、なんかケーキ屋さんになりたいとか、あと小学校の先生になりたい、保育園の先生になりたい、あの声優さんになりたいとかも思ってましたね。5年後の夢は？5年後の夢はね、あ、この少量チャンネルが、登録者数がね、やっぱ10万人とかね、超えててほしいな。5年後だよ。もっといく？じゃあ、いくよ。100万人。うん、どうかな。どうかな、これ後から見られて、言ってないじゃん。かもしれないけど、まあでもいいや。10年後。10年後か、10年後だと僕47なので、それこそまだ YouTube も続けてたいし、あとはね、自分のお店とか持てたらいいな。うん。最後、二人での夢は？二人での夢は、やっぱもう末永く、ね、年取って、ずっと一緒にいて、お互いに、なんか、年取ったね、みたいな、なんか、楽しい人生だったね、みたいな、そういう人生を歩んでいきたいなと思います。はい。終わりでーす。はい、ありがとうございました。はい、というわけで、どうでした？25問。25問ね。うん。どうなの？パッパパッパ、ね、出る答えと、なかなか、うんってなっちゃう答えとありますけど。まあ、翔ちゃんが大好きだっていうのには変わりはないということで。はい、というわけで、今回の動画は、寮に聞きたい25の質問ということで、やってきました。次回はですね、翔太に聞きたい25の質問ということで、逆に、チェンジして僕が、翔太に質問していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、気に入っていただければ、チャンネル登録と高評価のボタン、お願いします。Twitter、インスタもお願いします。では、また。